今日は久しぶりに神奈川県相模原公園 <laughs>、えー、すぐ近くに相模原市の朝水公園くっついてるんですけどねここにやってまいりました今回はですね何本か AppleLogHDR で動画を撮ってきました使ったアプリは 無料のブラックマジックカメラという、えー、アプリなんですが、えー、今まで私はあの使っていたカメラアプリがフィルミックプロというんですねこれもまあとてもお気に入りの、えー、アプリなんですけどもね、えー、今回ブラックマジックを使ってみて思ったのは、うん、ブラックマジックの方が使い勝手はいいかなというふうに思いましたね。あところで今撮影しているのは iPhone15 Pro で Apple l o g HDR で撮影しています 4K ですブラックマジックカメラアプリの使い方とビデオラットというアプリの紹介この動画を作ってますので次回までお待ちくださいでえブラックマジックカメラのアプリを使うとこのような画面でですね、えー、動画を撮ることができるんですそしてこの設定は、えー、Apple ProRes を 4K 画質そして AppleLogHDR と設定して高画質な動画を撮ってきました、えーまあ、AppleLog はですねビットのログ撮影がでできるんですねこれはまあどんなにすごいかというとですね通常の撮影度は8ビットなので2の8乗256色ですね そして、色の三原色、RGB の組み合わせでできる色が 256×256×256 で1677万7218色ですね。はい。それに対して、10ビットだと2の10乗ですから1024色です。 同様にこれは10億、えー、7374万1824食と <laughs> 大きな数なんでちょっと数えられませんでしたがまあ人間の目でね確認できるかどうかは別としてすごいですよね。 それから見ていただくと分かりますが、ログ撮影するとですね、そのままではこの白っぽい、白飛びしたようななんか味気ない動画が撮影されます。こんな感じですね。なので、必ずその動画はカラーグレーディングとかカラーコレクションといわれる色や露出などの調整をですね、していかなければあまり見れた動画にはならないということですね。でもですね、 なんかそれってめんどくさく感じませんかねえいろいろと調整したりするっていうのはねそこでですねいわゆるプリセットのような、まあ、あいろいろなこう色味に味付け調整されたラットというものがあるんですねそのプリセットを使えば、えー、自分の作りたい、まあ、映像になる ラットをこうたくさんある中から選んでそれを適用すれば一発で終わるとまあある程度調整してもいいですけどねまあそういう簡単な方法がありますのでこのログ撮影は是非皆さんに一度は試していただければなと思うんですけどねで、えー、iPhone で撮影してそれから、まあ、パソコンがもしなければですね iPhone でラットを適用することもできます ということで、今回の動画ではですね、まずログ撮影した動画を、ラットを適用して、そして、えー、そうしたものをちょっとご覧になっていただければ、どんな感じになるのかお分かりになると思うんですね、えー。それから3倍望遠なんかもね、撮っていましたし、それからフロントカメラでもログ撮影できるのか試してみたんですが、 でできましたんでねそちらもご覧ください、えー、iPhone15Pro これを持ってきたんですねブラックマジックカメラアプリこれを使ってちょっとねどんな映像が撮れるかやってみようかなという方ですねでこんな風にロードワイヤレスゴムもつけましたんでこの胸に今ピンマイクがついてますねで今回はこの iPhone15Pro の ビデオ撮影、動画撮影ですのでやはりこれはね、早速 Apple Log というねログ撮影をしてで後で編集の時にラットを当ててまあ、いわゆるカラーコレクションをしていきたいと思っておりますはい、今はロードワイヤレス GO で無鳴ル音声録音そして Apple Log で 撮影していますプロレス422ハイクオリティですねどうでしょうかね現在あのピンマイクで喋ってロードワイヤレス号で録画してますあ録音してますんできっとね外の音声はそんなに入ってこないと思います 今はブラックマジックのフロントカメラで撮ってますけどもねちょっと、えー、画角が狭いから全部入んないですね顔が <laughs>、はい。ということで今回はこの辺で終わりますが次回、えー、ブラックマジックカメラの使い方をね詳しく 紹介いたしますのでその辺もぜひご覧になっていただければと思いますではこの辺で今回はさらばでござる